すごいの来ちゃいましたね。数多くの報道機関で採用されているスリックの三脚。また三脚買ってきちゃいましたよ。これを買ったからといって絵が綺麗になるっていうわけではないですからね。私今日カメラとかビデオとか一切興味なかったですからね、動画始めるまで。で、動画始めるにあたって初めて買ったのがこのビデオカメラですから、何もね、もうだから知識がないわけですよ。落ち着き何こう、ちょっとお出かけできる、じゃーんでねこれね、開くとこうなるわけ、こうなるわけ。ガチってやると伸びる、ガチってやると伸びる。まだまだなんですよ。あ、ここ止めなきゃいけないんだね。これね、そんな甘いもんじゃないんですよ。出た出た、ほら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 、ラーの天空竜だっけ、オベリスクの巨神兵だっけ、なんかそんな感じみたく、こうほらよくね、ここのクランクをね、ゲームだと落っこってて、それを探してこいみたいな感じで取ってきて、ガチャンってはめて、くるくるっつって扉が開くみたいなね。全高147センチもこいつあるみたい。あー、そうそう。これがパンでしょ?チールドでしょ?とかちょっと専門用語混ぜつつね。試しにこのルミックスくんを、ここが取れる。そう、ここが取れます。クイックシュー。で、これをね、あれ?あれ?こうなるわけです。で、こうしたりこうしたりっていうね、思うんですけど、このスリックさんのクイックシューなわけでしょ?こういうことなんですよ、ビデオカメラね。ゴリラポットの自由運台、ここの部分、これが私、えらい気に入ってるんですね。ゴリラポットも撮れるでしょ?それってなんで規格が違うのかなって思っちゃうんですよ。フォーマット統一してほしい。以前ね、お話ししたこの白馬さんの7段式三脚、なぜこれではなくこいつを買ったかっていうと、7段三脚って使いづらい、はっきり言っちゃうけど、あのね、力ある人ならいいのかもしれないけど硬いんですよ。で、それが硬いともうこれ使う気起きないんですよ。硬いというものを皆さん分かって買いましょう。私はそれ知らないで買いました。だってもうほら、こことかも合ってないでしょ、入れらんないんですよ自分で。もうね、入れるとしたらほんとこうゴンゴンって、で、それやると曲がったりするでしょ。だからね、ダメだったんですよ。というわけでね、またカメラ用品増えてんのかって感じですけどね。スリックさん F630 を買ってきました。バイバーイ。